ちょっとねこれも聞いてる人に、まあ、岩井さんにもそうですけどちょっと考えてもらいたいことがあるといいますかね娘のね、うん、幼稚園こう送りに行ってね朝ねうん、うん、でその時ついでにというかもうワンちゃんうちの、うんえー、ミニチュアダックスフンとティム君お散歩もこうついでに一緒に行くことが多い最近。はあまあ、ついでだったらな、うん、そう ちょうどいいしね。うん、で、幼稚園送り届きました。うん、で、ワンちゃん散歩して。うん、で、近くに大学があってさ、うん、そこのこの校内っていうかキャンパスに入れるわけよ。ああで、そこをちょっとまあグラウンドとかって、そこをぐるっと回ると、まあいい感じのこの散歩コースになっててね。 ええ、その日もこう朝行ってさ、ええ、校内入って、そうするともうティム君が走ろうとするわけ。うん。で、俺も一緒になって走んのよ。うん。こう、リードを離しちゃダメだからさ、中でね。だから掴んだままこう一緒に走るわけわーって。走ってたら前から、ええ、ちょっと可愛い、うん。ぽい女子。うん。女子大生。あまあ若い。20代前半ぐらい。女子二人が犬連れて、うん。歩いてきた。うん。で、こうすれ違いざま、 やっぱ犬同士がさ、こう、キャッキャキャッキャしだすわけね。やっぱり。あなるほどね。そう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 。で、した本当にすごい一人、本当に、え有村架純じゃないと思うぐらい、かわいい子で片方が。そうすると俺はもうやっぱり、喋れないで緊張しちゃって。目も見れない。でも向こうはさ、ワンちゃんとのこの、そういう交流がある。やっぱ普通に行われるものじゃん、やっぱそれって。うん。まあね。

美人って。やっぱりちょっとこう、圧、絶対的な自信を持ってるから。あそう。なんか、圧がすごいっていうかさ。それがやっぱ怖いんでどうって多分。そこ、もうどうでもいいっていうふうに、こっちが思ってる。まあまあまあ、そうね。そう思えればもう無敵なんだけどね。ムカつくもなんか、その、俺的にはもう本当に、ちょっとムカつきながら話してるも俺もだって。美人と話すとき 別に、美人だからって別何とも思ってないからな。っていう感じで俺は話してそれはもう、お前はそういう童貞なだけだから。<laughs> <laughs> そういうタイプの童貞だな、それも。<laughs> いや、二人ともやばいけどい。それ本気で思ってんだよ。<laughs> 本気で思えないでしょ、童貞は。本気ではまあ思えないけどな。本気で思ってんの本気で思ってるっていう童貞だから。<laughs> <laughs> 俺はそんな感じなのよ。<ー>なんかちょっと挙動不振でさ。<ー>でも、ティム君はさ、<ー>もうガンガンもう、 そっち、あっちの犬がメスだったのかわかんないけど、もう腰振るぐらいさ、もうさ、飛びかかるぐらいな。でもディム君はもうちょっと前に去勢手術してるから、その能力はないんだけど、ないんだけど、腰だけは振りたい。切ないよね、ちょっとさ。エアーでね。そんななんかさ、対照的な飼い主とワンちゃんね。で、ここでじゃあ、考えてもらいたいと言ったけども、さっき。 じゃあどうすれば、そう、美女と喋れるのかとか、そんなしょうもないことじゃないんだよ。俺が考えてもらったことは。こんな話は今どうでもいい。で、その後よ。その後、まあ家族でね、一回家帰って。お姉ちゃんの幼稚園迎えに行くと。はいはい。で、ここ曲がって、ここ裏路地行くと、ちょっと近道幼稚園までっていうとこ曲がったの。下細い路地をで、路地でその先はもう L 字、もう90度の。 なんか、クランクとかいうのはいはいはい。もう本当に直角の狭い路地。で、そのその狭い路地、L 字のとこに白いバンみたいなのが止まってて。で、その前で、隣で女性、若い女性二人がなんか、立ち話してる。なんだこれすごいなんか、パッと俺らの方気づいてさ、はっみたいな。待ってましたみたいな感じで見てるの。持ち構えられてるみたいな。えタッ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 て俺らのとこ来て、 ちょっと、実は、うん、みたいな。うん、実は、って話、<ー>出して。はあ、なんかもう ロープレイとか RPG なんかイベントが始まったんだけども、ここの路地入ってきたら、勝手に自動的にイベント始まっちゃうみたいな。レンカウンしたね。レンカウントした感じね。実は、って言われて、ちょっとこちらへ、っつって。なんだ膝、膝縄でさ、その白いバンのとこ連れてかれたの。したら、その L 字の角の、ちょうどこの角、内側の角に、電信柱、電柱があるんだけど、そこにもう白いバンがさ、ガリガリベキガリガリって、 なってんのよ。うわかすったとかじゃない。うん、ゴリベきゴリまーりーって。えぐるぐらい。<laughs> ああ、なるほどね。もう、もともとそこに白い板が止まってて、うん、下から電柱生えてきましたぐらい、もう内側に<ー>、めり込んでんのよ。入っ,っ入っちゃってんの。うん、いやいや、え どうしたんすか次、ちょっとなんか、かすっちゃ、なんか、かすっちゃったところじゃないじゃないですか。めり込んでますけど。一回がて当たって、その後、さらにもう、ゴリゴリ、ベキゴリっていかないと。もう、車体の三分の一ぐらい、めり込んでますそんなにかよ。バーンって、ええって。すごいね。すごいですね、これ。めちゃめちゃ入っちゃってんだ。そうそう。なにど、どうすればこんなに。 乗りますかブチャラティしかできないそうだね。ジョジョの。ジョジョで言ったらブジッパーでやるしかないよ。の能力ぐらいな感じだよね。えーってなってさ、これを、うん。なんとか出したいんですけど、運転お上手ですか違う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 いね。運転お上手とかじゃない。運転がいくら上手い人がやろうが、絶対この、見り込んでるから、ゴリバリキゴリゴリじゃないと出れないし、もそうだね。 無理だよ。さらに、我々夫婦は、バキバキの初心者だし。技術もないから。乗れないじゃん。だってそもそも初心者マークつけてないと。そうそうそうだよ。人の車なんて乗れないしね。だからもう無理ですよ。ってなってじゃあどうすよってなったらもう俺は、うじゃあこれは、ケツをみんなで持ち上げて、で、もう、えもうその、電柱めり込んでんのを、一回出して。ああ、もう、平行移動させようそうそう、平行に移動して、空間を作ってじゃないと無理ですから、 じゃあ、三人で、やりましょう。マジでそしたらなんか向こうは意外と冷静にさ、奥さんは妊婦さんですもんね。三人でやりましょう。向こうもなんかちょっとこう。向こうの方が冷静です。でえ、で、エンジンもじゃあ一回切っていただいて、つって。切って、三人で。で、俺もちょっと、エンジン切って。ちょっとかっこよくさ、言って。せーのつったらあビクともしない。そうだ、そうだろ。女性二人と、え、バンと長寿さんさ、一人じゃ、ビクともしない。そりゃそうだろ。 無理っすね。トンレベルのやつじしゃね。まあまあ、でもミニバンというかちっちゃいバンよ。蕎麦屋さんの車みたいなちっちゃいミニバンのなんか。そうそうでも無理でさ、どうしようかって言ってたら、そのさらに、その、だから後ろがさ、俺らが来た方の後ろから、え原付乗ったおっちゃんが来て。もうすぐ分かったんだろうね、なんか。 ダメだよ、こんな店入っちゃうみたいなさ、ちょっと分かった感じで。あんなの、不在やな、口悪いんだけど、もう、もう原付降りてさ、手伝おうとしてくれた。かっこいい。すごいね。なんだよ、つって。ちょっといいですか、手伝ってもらって、みたいな、その女性。で、おじさん混ざって、4人で。あっつったら、浮くのおじさんのパワーがすごいのか浮いて、浮いて、それを何回かちょっとずつずらして、3、4回やったら、これで行きますねつって。 で、女性乗り込んでさ、行けたんだよ。スーって。行ったね。で、よーし、やったーつって、おじさんも原付き乗ってさ、原付き乗り直して、あ二度とのみちゃいんじゃねえぞすごい、かっこいいおじさん、そう。すみません、ありがとうございましたーなんつって別れて。で、ここから考えてほしいんだけど、う遅かったな。その夜、エゴサーチしたんね。エゴサーチ、いつもの、毎晩寝る前に日課だから。そしたら、えー、 知り合いの人が、澤、うん、部さんに今日なんか車助けてもらったらしい。ああとか、そのあの助けた人の知り合いがなんか、つぶやいてるの。ああそう、車助けてもらって、すごいなんか澤部さん素敵なみたいな。うん、なんか感謝してるみたいな。うん、すごいいい内容のツイッター。うんうん、こういうツイートが一向に広まらない。 ですけど、これはどうすれば、どうすれば広まりますいねえよ。こういうツイート。何なんだよ。変な、澤部目つき悪かったとか、意外と愛想悪い。そういうのを広まって、澤部、教習所あいつ落ちたんじゃねえかとか、笑、草、そういうのだけ広まって、こういういいツイートが一向に広まらない。私はもっと褒めてもらいたい。もうスラムダンク福田吉長スタイルだからさ、もっと褒めてくれ。もっと褒めてくれと。ふるふるふる。 サービ部、今、フフルルフルですから、なんとかこれをもっと、広める知らない。なんとか。いや、そのおじさんの方が褒められる。お前がやったやつじゃないんだよ。確かにね。ほぼおじさんの力だったらな。結構力すごそうだったんだな。この間ね。 パンサん向いと、ご飯に行きましたね。そういう岩井さんにもちょっと迷惑かけました。んですかマジで。パンサん向いと、あスタッフさんディレクターさんで3人でご飯行って、なんか酔っ払って、岩井に電話かけてるな。本当に、お前から電話かってきてさ、こいつから電話かってきて、澤部から電話かってくると俺2パターンしかないと思って。 まず、番組で、なんか相方にかけるパターン。ああ、みたいだね。うん、そのパターンの時って、事前にマネージャーから匂わせるような感じのことを言われるわけですよ。<ー>あ<ー>、その時、何してますかとか。とか言われるわけ。<ー>うん。出れますかみたいな。うん、あでもそれなかったから、それじゃねえなってなって。うん、で、もう一パターンが、あのー、酔っ払って、うん、あの、気が大きくなって電話かけてくれた <laughs>。気が大きくなって。 ああって、そう。後者だね。で、電話がってきて、とりあえずシカとして、で、二回目電話がってきて、で、まあシカとしてね。シカトとしてね。で、三回目、こうね、電話がってきて、ああ、めんどくせえなと思ったけど、一回出てみるかっって、出て、でも無言で、 どんな感じの様子なんだろう、向こうは、と。うん。そしたら、もしもし、もしもし、と。うん。もしもし、もしもし、言ってるわけあうん。あ、澤部の声じゃねえな、と。うん。ああ、なって。うん。って。でももう、一回切ったの、そこで。そうか。うん。うん。で、ちょっと考えてみたら、なんか向井くんの声に似てたな。そうね。そうね。そう。で、案の定向井くんが電話がってきた。そうそうそう。 したらすぐ出て。かい。向井からかけたのか、最後ね。すぐ出てね。そう。そんな会があったんだよね。すいません、なんかね。いや、本当ですよ。うん。それそもそも、じゃあ、その会が、なぜ開かれたかというと、その、最初そのディレクターさんと、えのみこって、その人が、最近子供生まれて、うん。じゃあ、子供の話ちょっと聞かせてくださいよ、みたいな。うん。 で、飲み行きましょうかっ、つって。<う>でも、1対1で行ったことなかったから、その人と。そ、うん、したら、じゃあ誰か呼びますか、みたいなって、向こうも。ああ<う>。そで、僕、仲いい芸人さんは、みたいな。うん、で、パンサー向井とか、うん、みたいな。で、何人かあげてくれて、うん、あじゃあパンサー向井。い、うん、せっかくだから、じゃあ、向井にしようかっ、つって。うん、あんだけ、祝いが好きになる男の子は、うん、どういう、 男の子なのか。ああ俺、ちゃんと打ち上げとか一二回あるけど。あ、お前がそう思ったとっそう思った。ああプライベートでは飲んだことなかったから、向井と。うん、ああ、だから、ちょっと、行こう。じゃあ、向井呼びましょうか、つって。うん、で、向こうがなんか呼んでくれて。うんうん、で、行ったの。うん、で、いざ行ったら、やっぱあれだね。うんうん 焼肉なんだよね。はー、やっぱ。いつも言うじゃん、お前。向井くんはもうめちゃめちゃ焼肉好きだよ。何食べるって絶対焼肉って言うんでしょバカみたいにずっと焼肉。そうに。にそうなんだ偉いもんでやっぱ焼肉屋なんだよ。本当に何って言うと絶対焼肉って言うからそうなんだ。焼肉でさ、うわ、祝いの言う通りだ。なんだよ。本当に子供みてえだなと思ってまず行ってさ。で、えまあ、焼肉、う頼む。 うん。だけど、それもなんか、ま、まずドリンクこう頼んでさ、うん、えー、ビールと、うん、そこでもう、向井は、えー、マンゴー梅酒、ね。そうでしょ <laughs> 全然飲まないから。本当に。全然飲まないし。そう。かわいいの頼むね、やっぱね。かくってるみたいなさ、かわいいなんか甘いやつ頼むね。かわいいかよだ。あ、これがあの、祝いの言う。う世に言う。かわいいかよかと。そうよ。マンゴー梅酒って。は自然と出てきたでしょ。そう。かわいいかよって。かわいいかよって自然と出てきてね。うん。あと、お肉頼むのもさ。うん。なんか、あの人何勝手に全部頼んじゃうの。何あれ。あー、なんか、そうね。 割と、ポン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 頼むよ、ね。いや、そう、そのディレクターさんも俺同い年で。ああえ、で、同期でしょああで、向井も同期で、一個年上だけど、うん、みんなだから同世代。うん、え、別にみんなで話して決めりゃいいじゃん。うん。なんか向井全部。 え、タンを、タン、あと、厚めのは僕あれなんで、ちょっと薄いやつをとか。いやいや、澤部は厚いの好きですけど。何勝手に。あ、そうよ。そう。で、全部、え、これタレで、え、これタレでね、つって。あと、ライスと、みたいな。子供のライスしっかり食べる感じね。え、と、みたいな。これはまあ、2個でいいね、みたいな感じで、なんか全部指定してくるでしょ。そう。もう聞いてこなかった。2個でいいねもなかったよ。あ、そう。全部勝手に。ああで、俺も我慢できなかったさ。え、なんで、一人で決めてんの 違う違う違う。スタッフさんもいるしさ、スタッフさんも、えみたいな顔してるから。え、なんで一人で決めてんのって。な、何って、向井が。なに何うん。じゃあ、頼みなよ。みたいな。え何これ何強めに。そういうところあるよね。そう。だから俺ももうさ、負けじと。俺はやっぱ最近、サラダをさ、先に食べると、太らないって、情報が、ついに俺のとこまで届いたから。あ、そうですか。 <laughs> 届いてた知ってたもう、まだ届いてなかったですか <laughs> 最近届いたから、か野菜先食べるとあんま太当。10年前ぐらいから言われてるんじゃないかな、これ。<笑><笑>俺のところに届いたからさ。うん、<先>遠くに住んでんのかな <laughs> 先週ぐらい届いたからさ、<ー>野菜食べなきゃと思って、サラダだけさ。 頼ませてもらってね。サラダだけ買い。うん。さらに追加。肉結構あいつが頼んじゃってるから。しかもさ、なんかガッツリしたの頼むしよ。ほんとにそう。うん。カルビとかさ。カルビのロース、タレのガッツリしたやつ。うん。ライスでバクバクいくれてるのそう。うん。で、お肉、ま、全部バッときて。うん。で、サラダもなんか、なんか取り分けてくれてね。うん。店員さんが3つこうバッときてさ。うん。で、お肉も、ま、焼いてくれるのね、向かいが結構。うん。 自分で食べたいからだろうね。もう、まんま焼いてさ、お肉、ま、美味しくいただいてて。で、ま、子供の話になる、最初。その、ためのね、会だったから。予定だったもん。ね奥さんとの、ど、どんな感じですか子育て。お風呂入れるとき、どうですかとか。奥さん、どんぐらいこう、なんか奥さんにこう、ちょっと、え、休みとかあげたりしてますかできてますかとか。なんかそんな話して。ただやっぱ、それ、向井はさ、ちょっとこう、すねちゃうっていうかね。お で、俺読んだんだよーって。まあ、そりゃそうなる。まあまあね。その回にはだってさ、子供がいる人読んだ方がいいわけだなそれはそう。俺も思った。子供の話盛り上がってる最中にやっぱ気づいた。あ、向井、それ入れないよな。えなってさ。まあ別にさ、あの、まあ俺とかだったらさ、別に子供欲しいとも思ってないしさ。ああ、ああ。 なんか、そういう願望がめちゃめちゃある人間じゃないから。<ー>でも、向井君欲しいから。本当にそうみたいだね。<ー>言ってた。そう。俺はだって結婚してさ、つって、<ー>子供を好きなのに。うん。これも、辛いよ、みたいな、ずっと言ってた。 そう。うん、で、なんか、向井の、だから、その、ちょっと恋愛の話とかもするじゃん。うん、でも、本当になんかないんでしょ今、彼はなんか。なんか、もう、今、ちょっとゼロ状態ゼロ状態。うん、女性、まあ、なんか、うまく、なんかできないし、みたいな、なんか、向井の話もして。で、そんな話しないと、まあまあ、こう、盛り上がってお酒進んで。うんはい、えー、そうすると、だんだんやっぱ熱い話になってるね。うん、熱い話、向井も好きでしょ熱い話。熱い話ああんましないなんか、向井くん、まあ、 熱い話っていうか、まあ、仕事の話はしたがるね。走り<ー>、うん、たがる、そう。ああだそれも結構、どうし、どうですかみたいな。ああどうなんでしょうこの我々の世代。ああどうどうすればいいかみたいな。うん まあもちろんこの上からずっと今もうずっとこう詰まってるみたいだね。お笑い界。もう、もう、もう、さんまさんね、ビッグスリーがいてとか、その人ばーっていて、で、さらにはもう、え、我々のこの一個上ぐらいの、まあ若林さんとか、山里さんとかも MC こうして。まあしてるね。して、そう、じゃあもう我々なんてもうじゃあどうなってくんだ。みたいな話になってきて。でも、やっぱり MC はやりたいと。向井とか。 向井君はやりたい。やりたい。やっぱ MC しかないと。ああ、それそうだろうね。そう。あ、それそうだね。いや、だってプレイヤータイプじゃない。まあそうなんだそれは言ってた、やっぱり。なかなかやっぱりいじってもらえるキャラでもそんなないし。でも MC としてなら、やっぱりそこそこやれる自信はあるんだ、みたいな。ただこうチャンスがやっぱりない。いきなりもしじゃあ俺が MC やるってなっても、向井君が MC やるってなっても、 えー、見てる人もそれは納得しないしね。うん、やっぱり徐々にこう、バカを踏んで売れて、まあ、知名度が上がって、ね、ええー、やらないとダメなポジションだし。なんか面白いって思われてからじゃないと MC してないとさ、まあ、なんでやってんの見ないよね。見ないよね、それ普通にね。うん、だからやっぱチャンスをもらえればなんとかみたいな。うん 確かに、だからもうチャンスさえもらえれば、逆に、今のこのもっと後輩の若手とかね、全然テレビ出てない奴らもうチャンスさえあれば、経験さえ積めば、もっと全然4人は出れるだろうし、みたいな。それはなんとなくわかんのね。経験なんて積まれたら、結局いろんな奴に抜かれちゃうんじゃないか、みたいなことも言うのよ、う。ん ラフレクランの西村、ツッコミね。とか、ニューヨーク屋敷とか、そこら辺もだからもう、経験なんて積まれたら、簡単に抜かされちゃうよ。確かに。それは俺もそう思う。まあまあまあ、ちょっと慣れたらね。慣れたら、そう。結局なんかこう緊張とかで、テレビで緊張とかで力出せないでとか、そういうことだよな。確かにな。熱い。 そんぐらいで多分祝いに電話したのかなそう。うわぁ、すごい、なんかちょっと熱くなっちゃって、そのディレクターさんも結構、いや、俺も本当にみんなで番組作りましょうよぐらい。よーし、つってパッて見たら、向井がさ、俺が頼んだサラダ一口も食べてないんだよ。なんだこいつと思って俺が頼んだ辛口ネギサラダ全然食べてない。意地でも食わない。意地でも食わない。自分が頼んだやつしか。ふざけんなよって思いながら。でもまあ、お酒すんで。結局酔っ払ってさ、 え、でも、おかえで終わって、もうそっか帰るんだけど、こっからまあ、今、話はすぐ変わるんだけどさ、え、これはまあ、ちょっと、びっくりしたというか、俺も自分が怖かったんだけど、あの、え、酔っ払って帰って、タクシー乗って帰って、で、家つい気づいたらソファで寝てた。で、朝5時ぐらいでパッて目覚めて、え、歯磨こう、つって、歯磨いてもう寝よう、改めて。で、歯磨いてたそして、携帯ないぞってなって、 ああ、やったと。ああ、もうこれ店か、タクシーか。絶対忘れてると。俺がいつも置いている、ソファーのこの肘掛け部分に置いてない。トイレの、俺がいつも携帯を置く場所にもない。自分の部屋のなんか、いつも置く棚のとこにもない。ああ、もうない。さあ、べけには。これはもう、ああ、やっちゃったか。で、その日はしかも、この財布とか携帯を裸でそれだけ持ってお出かけしてたの俺。そんなことある その日も家から、そう、家にいて、そっからもう飯食いに行って、でも帰るだけだから、もういいやと思って、それだけ持って出ちゃってんだよ。すごいね。家の鍵と。だから、ああ、やっちゃったと。うわもう終わった。何これ。探せ、大丈夫か酔っ払って、タクシーの領収書とかもしかしたらないかもしれない。どうしよう、どうしよう。うわあ、つってもう、うわあって、床にもう、ごろんってしたの。うわって。5時に。うん、5時に。朝5時に、うわあって、うわって見たら、あんの。ソファの下に携帯が。あんのかい。 うわーってもう嬉しくてさやだーってうわーっつって、携帯、やっぱ嬉しくて、もういじり出すじゃん。で、携帯いじり出して、えでも、エゴサーチしちゃうんだよ、やっぱ。なんでだよ。エゴサーチする機会じゃねえのじゃ、わかんない。それも、やっぱ寝る前習慣になってるし、エゴサーチばーってしたら、そっから朝5時から、気づいたら、六6時半ぐらいになってんの、エゴサーチして。エゴサーチ1時間半。 怖かったー。<laughs> その日なんかわかんない。日曜日だったんだけど、その日やっぱり結構いろいろ出てんだよ、日曜日俺。いっぱい。うそうするとエゴサーチが止まんなくなっちゃって。いろんな言葉がいっぱい出てきてさ <laughs> <laughs> <laughs>、くっそみな,な、たいな。ハライチのターンハライチのターンこ、この間ですね。うん。 名古屋にね、お仕事で行ってきまして。あの大徳さんってね。はいはいはい。中途の徳井さんと、ビビロ沖さんの、やってる番組、生放送ですよ。ちょっとね、朝というか、朝、昼ぐらいにかけてのね。かけて、ああ、そうだね。はい。行ってきて。で、まあ生放送、でお客さんも入ってるね。あれ、観覧が。観覧の方入ってて。そうすると、やっぱりまあ、毎節の、 芸人さんと、結構いてね。なるほど、なるほど。前、俺らが、なんか出させてもらった時はさ、それこそデラス・キッパーズ。ああ、そうだったけボーイ、町田のね、そうだね。可愛がってる後輩。デラス・キッパーズも、まあ、前説やったりしてたんだけど、俺がその日行った時は、アッパーカットっていう、の人。 ちょっと知らないな。さあ、ちょっと。俺もこれ、初めて知ったんだけど。まあ、名古屋とかさ、そっちで活躍されてる芸人さんらしくアッパーカット。で、俺なんかな、なんか別に声とかは聞こえないんだけど、なんとなくその埋設してる様子をなんかちょっと眺めてたの。すぐ、その後登場だからね、我々も。したらこう、なんか、やっぱ頑張ってるわけ、埋設をさ。で、俺らも別に埋設っていう埋設そんなこう、経験せずにこう、なんか、 会も行ったことないね。会も行となやったことないよね。うん、ありがたいことにこう、えー、ちょっと、垂らさせてもらったりしてたからさ、うん、すごい、なんか、埋設か、これが、うん。結構受けてね、やっぱね。えらいものとバッと受けてさ。うそうすると、やっぱりなんかこう、先週の岩井さんの言葉じゃないけどね、はい、なんか。 みんな頑張ってるんだよっていうさ、やっぱり、その、先週言ってたよね。まあ言ってましたね。仮想通貨で儲けてるやつも、駐車場のその警備員さん、みんな頑張ってる。そうそう。あ、アッパーカットも、埋設という舞台で頑張ってる。よし、俺も頑張ろうってなって。そのまま始まるわけ、生放送ね。で、まああんまりそうやってちょっと意気込んだ時ほどやっぱうまくはいかないもんね、別に。 全然お客さん、力が入っちゃって。お客さんいるけど、全然受けなくてね、なんかさ。結構振られるんだよね、なんか、無茶ぶりというか、その番組。なんか、大木さんが、じゃないの。大木さんとか、そのもう番組自体、アナウンサーの人とか。なるほどね。え、なるほど、食べ放題とか、なんかいろいろ、食べ放題系を特集してたの、その日。はいはいはい。で、大あさりみたいな、大きいあさりがある、こちらのお店、みたいな。目玉のお店。何放題でしょうか、みたいな。 アサリを使った何放題でしょうかサーベさんみたいに言われたから。うんうん え、砂、砂抜きし放題みたいな。砂抜き放題みたいな。あさりアサリのね。お客さんが、その作業を、本当は店員さんがやるべきなの。に砂抜き放題。って言ってやっぱ全然受けなかった。そう。うん。そこそこいい気がするけどね。そこそこいいよね。気がするけどね。やっぱ名古屋じゃないんだ。なんかちょっと合わなかったね。だね残念つって、正解はアサリ救い放題でした。ああ。ああ。 そうだったね。そう。で、こう CM 入ってさ、CM の間も、言ったらこうスタジオはこう停止しちゃうからさ、お客さんはちょっと退屈なわけじゃん。そうすると CM の間またアッパーカットが出てきて、お客さんの前でずっとこう、ちょっとおしゃべりするみたいな。あ、またアッパーカット頑なってる。あ、頑張んなきゃ。なんて思ってこうやってたらその番組ね。最後の方で、はい、じゃあ最後、なんなくなるコーアッパーカットだやつつって、アッパーカットが最後出てきたの番組に、したの俺も、 テンション上がっちゃってさ、ちょっと。なんでだアッパカットが、あの前説からこう、これが頑張ってくぞって頑張ってたアッパーカットが、本編に出てくんだ。こういう枠がちゃんとあるんだ。なるほど。素晴らしいことだなって。で、アッパカットもなんかこう、流暢にやるのよ。シュッとしたコンビでね、なんか、片方ちょっとセンスありそうな感じで、片方は明るいツッコみたいな感じのさ、いいバランスのさ、コンビで。 これ、いい、なんかまた見えて、ちょっとまた熱くなっちゃったな、なんつって。で、収録時まあ終わって。で、えで、デラスキッパーズのさ、町田ね。はいはいはい。ツッコミの、シボーイの相方。町田、僕はもう名古屋行ったら町田と、えミセンってあの、台湾ラーメンのお店があんけん。いつもそれだね。そう。 すもそれ辛いの食いにさ。その、店もそうだし、町田もセットだもんね。町田も、そうだね。ほとんど。そう。町田やっぱり来てくれるからさ、行ってさ、店行って、で、辛いの食べながらさ、ひーひーながら食べながら。で、まぁちょっとこう、デラスキッパーズの話とかにもなるじゃん。ああ、まあね。どう、最近どうなのこっちで、みたいなね。したらまあ、そうですね。 結構やっぱラジオの仕事は、やらせていただいて、増えて、みたいなやらせていただいて。ただちょっと他がこう、うまいこと、言ってください。うそうかそうか。まあまあ大変だよな、それな。で、祝いがさ、都市防衛がその調子に乗ってると。乗ってんじゃないかと。名古屋で。ある程度、お金もらえてる。そう。生活はできる。名古屋芸人がいないから。やっぱ、名古屋の芸人ってなったらもう、あそこに集中しちゃうから、ちょっとだけファンできる。いろんな仕事もまあ、ちょろちょろ回って、食ってはいける。歳坊や調子に乗って、 全でしょなんか予約から聞いたよっつって町田にさ。言ったら、いやいや、そんなことあいつに限ったはうん。みたいな。うん。ナイス。うん。な、な、な、なんか、何相方守りだし、なんだ確かに熱い感じ、何えそういう感じだっけ町田は。あ、いやいや、全然そういう意味じゃなくて、つって。ええいや、この間あの、僕がまたチンチンに泣かせましたんで。 何それ何それどういうことどういうことって聞いたら、なんかこの間、まあロケみたいな、あって。で、その後もう一本仕事だった。で、ロケみたいなのを終えて、その次の仕事への移動。タクシー移動中。まあタクシーの運転手さん。で、デラスキッパーズの女マネージャーなのでって、今、女性のマネージャーの方。で、デラスキッパーズ二人、こう乗ってる中で、町田が、もう、怒ったんだって。歳坊お なんだとさっきの。ロケ。おお何も用意してないだろと。うと何、ノズラでてめえ来てんだよ。なんか用意しろよ、お前ごときは。何を何もノープランで来てんだとそうそうそう。怒った。う今日ノープランだからノープランでしょ、あいつは。それ結構コンコンと怒ってたら、歳ボーイも、いいイーってなったのか、じゃあお前用意したのかよみたいな。なったんだって。 したらやっぱ街だ。いや、俺はそもそも別にこれこれこれは今日、今日も用意してたし。で、そもそも別にお前と俺とでは能力が違うから。お前、俺が野面でノープランで行っていい現場。そういうのもあるかもしれない。俺はノープランで行っていい現場もお前はダメだから。お前はお前は違うんだから。お前は絶対に用意しろよ。アドリブできるようなタイプでもないしね。タイプでもないしね。ただ、それをバって言われて、もう、あの、年上泣いちゃったんの。 <laughs> <laughs> もうグーの, <laughs> のでもね。グー論破中の論破でも、女性マネージャーと運転手さんの前で、泣いちゃって、恥ずかしい泣いちゃって、それで今あいつもやってるんで、調子に乗るってことないと思いますよ、みたいなさ。あ、そうか、そんなことがあったんだと。で、あれ、大徳さんの前説まだやってんのみたいな話になって、あーまだやってますみたいな。で、千田が、 あそうか、これ、まあ別に、サービスさんに言うことでもないけど、みたいな。あないないで今日、あれですよね、前説、アッパーカットっていうコンビでしたよね。おおおあ、そうそう、俺の、そう、アッパーカット。そうそうそう。俺のアッパーカットでんでそうそう、お前の出たら、って言ってたら、今日で、あいつら解散するんですよ。おおえはえええ何ええアッパーカットか <laughs> すぐえぇってなっちゃって、俺は。好きになって、すぐ。うん、えぇなんでつってえーって、えぇって。まあ、そもそもあいつはあの、その兄弟コンビなんですけど、うん、えぇ兄弟なん、えー、<laughs> いろいろ。 いろいろ衝撃があってさ。兄弟なのに兄弟だったんだよ。うん、ええ、それでもうなんかちょっといろいろやって頑張って、うん、お兄ちゃんの方は俺らと同い年ぐらいなのかな ?33 歳。<ー>えやったけど、うん、ちょっとまあ、なかなか厳しいし、うん、えちょっと<ら>引退すると。それで今日最後の仕事だったと。うんあ っていうのを聞いて、ああ、最後の仕事、前節、しっかり仕事してたな、アッパーカット。そうか、さらになんかアッパーカットへのこの思いがさ、高まって、より都市防衛のこのなんか、像というか、ちゃんとしろよっていうね、なんかね、思いも膨らんでさ、で、店のご飯食べ終わって、まだ新幹線はちょっと時間ある。どうするなんつて間違ってたら、近くでコスプレ、 コスプレパレードやってますみたいな。コスプレ、急に。コスプレパレードやってますってなって、でっかいもう道にさ、でっかい通りが歩行者天国みたいになって、もうすごいめちゃくちゃすごいのよ。はいはいはい。人が。うわーんつって。で、そこ行ったもんだから、大丈夫ですかね、澤部さん。ま、これ気づかれませんかねみたいな。すごい人だから。ん。じゃやっぱ案の定こう、気づかれん。ああ、まあそなだ。澤部さんですね。澤部さんですよね、つって。 そしたらそこは全部町田がさ、うん、なんかパッとこう、うん、そういうコスプレですって言ったの、まず。それを結構頻繁に言ってたの。うん、そういうコスプレですっ,つって。うんうん、で基本的にはもうみんな。 ああ、それ本物だ、本物だみたいになるんだけど、一人だけ、へえーみたいな。一人だけ信じてくれた人もいたんだけど、それでな、こう、うまいことをかいくぐって、コスプレをいろいろこう、楽しんでたの、俺と町ちょっとこう、セクシーなのもあったりね。え、いろんなな、かっこいいのもあるじゃない、いろいろ。でも全然俺と町だ、ぐらいで分かんない、もうアニメ。アニメとか多いからね、そう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 。おいろんなキャラのあって。え、そんな中、その、何もう、 アメコミのやつとかもいいのね。キャプテンアメリカ。キャプテンアメリカ。キャプテンアメリカ。そことキャプテンアメリカ。バットマンとか、ウルバリみたいなやつとか。キャプテンアメリカが二人いて、二人でなんかちょっと雑談してるの。キャプテンアメリカが。うわ、すごい。もうキャプテンアメリカ、談義だ。キャプテンアメリカ同士の会談で、そのちょっと離れたとこに、 ちょっとだけこう、汚いキャプテンアメリカも。ああ、もう、あいつは、このトップ階段には入れなかったんだな。はいの。そうそうそう。キャプテンアメリカだね。そう、キャプテンアメリカ。そうだね。ああ、そうか。うん。でもなんか今日はもうさ、ちょっとその、えアッパーカットのこともあったしさ。うん。あのキャプテンアメキャプテンアメリカじゃない。キャプテン、アッパーカットで釣られちゃってんじゃねえか、あないのあのキャプテンアメリカも。うん。 頑張ってんだよな。みたいなね。そういう見方なんかなってってさ。他にもほんと、俺らがわかんないのが、銀魂乱太郎の乱太郎がいたりとかね。あと、ジャンプコミックスだよね。テニスの王子様なんか奴がいたり。あと、銀魂銀魂いるだろうね。人気あるんだね、やっぱね。人気あるよ。 銀さんって分かりやすいからね、服がね。そう。銀さんいて、で、かぐとか、新んぱとかだっけいわゆるもう銀魂に出てくその、キャラクター、オールスターみたいな、7、8人こうまとめている、セットで。そういうとこもすごいね、人気があってこうさ、写真とかも、ああ、写真撮るからね。行列ができて、写真撮って。で、またちょっと離れたところも本当にまたちょっと薄汚れた、クオリティなく、 明らかに低い員さん。缶ビール持ってうろうろしてる。あ、この員さんも、あっちのこの華やか銀玉オールスターズに入れなかった員さん。ね。二軍の銀さん。二軍の員さん。でも二軍の員さんも頑張ってるし。なんなら、こっちの員さんの方が員さんだしね。まあそうだね。その、さんの機質はそんな感じだからね。う原作のキャラにどっちが近いかつてこっちの員さんだし。頑張ってるな。つって歩いてたもう、その日一番ぐらいの行列。 ふわーって言って。うん。うん、なんだここ。うん。わーって俺と街で見たら。うん、もう、やっぱりその日一番のエロい女がいるんだよ。やっえらいもんね。<局>そこは、<ー>そう。 やっぱりこう一緒なんだよ。エロいやつね。そう、エロい。もうおっぱいもすごいでかいし、もう出してるし、もう全部出ちゃうぐらいな。で、なんかこう、ミリタリー系のなんかね、なんかまあアニメのキャラなのかな。えなんかジャケットというか、長いコートっぽいのを着て、で、下もビキニパンツみたいなさ、エロい、うわすごいぞつって、街だと、うわぁ、攻めてエロい攻めてすごい人気もあるわ。エロいなぁ。って言ってた横で、うん。 ずーっと、うん、もう誰も人、誰も周りにいない中で、うん、ずっと、星座で洋服を畳たたんでる、悠々、うんうん、白書の玄界がいた。なんでだよ。<laughs> <laughs> これがもう俺と町田の中ではもう今日一番があの人頑張ってるなって。限界<笑><笑>え玄、ー、海いたぞって。玄海師範いたの玄海師範が<あ>一人で正座して洋服たんで <laughs> <て> <laughs> そんなシーンあったっ <laughs> <laughs> 自分の多分おそらく自前の服なのかななるほどね。洋服をたたんでてさ、<ー>隣でエロい女がいろんな人にちあわやされてさ、うん、写真に撮られてんのに、うん、その隣の玄海師範が洋服たたんでるっていうのがやっぱりすごいみんなアッパーのカットも

最近、こう、なん、なんていうんですか、ね、性欲が、強くなって。わ<おう> <laughs> <laughs> かりませんす。性欲という、まあ、とい,、ね、いうのわかんないけども。もう3人目できてんでしょう3人目もできてますし<ー>だから、性欲という、また違いますねその。だから、まあ、そう、さっきもお話出てましたけどもね。<ー> 実家に帰ったその個室ビデオ。ね。個室ビデオのうね。最近ね、聞き出した人は、なんで実家なんて言ってるんだなんてね、思うかもしれませんけど。私、澤部は個室ビデオのゴミ箱の中のティッシュから生まれたんで。個室ビデオをまあ実家と実家と私呼んでますけども。実家に、そうそう、帰って、で、そこまあ、行ったことないでしょいっすね。はい。DVD、まあ、選んだ、選んだよ。 まずね。まずね。カゴに入れてさ。で、受付持ってって。で、お部屋選んで。で、行く。だよ。そこで金払ってね。そういうシステム。はいはいはいで、俺ももう何、もうそれ実家がさ、もう何、遍も行ってるから、もう当たり前なのに、いつもの流れで DVD 選んで。で、置いて。ただいまも言わず。ただいまも言わず。やっぱ思春期だから。反抗中だからさ、やっぱり。ただいまも言わず置いてさ。したら、向こうがさ。 あちょっと7枚選んじゃってますねって言われて。本来6枚なの。あ、そうなのあの、上限が。6枚選んで、で、交換とかはもう自由なんだけど、6枚見終わったらね。でも1回に変える限界は6枚なの。それを、俺も何回も言ってて、そのルールももちろん把握してんのに、気づいたら7枚言って、私は初めて。ルール破っちゃう。ルール破っちゃったの。初めてでそんなことが。 人はなんかそこのお兄さんもさ、うん、常連だからかわかんないけど、うん、今度から気をつけてくださいねって、7枚貸してくれたんだって。<laughs> すごいなぁ。俺もでも、初めてそんなことさすが実家だね。いや、そう。<ー>実家だから融通き聞くんだよね、7枚。うん、いや、こ、こんなこと、ああ、今までなかったよなと思ってさ。うんうん、すごいね。うん。で、まあ家でも、基本的に私、そのおねにしな いいんですけどね。それもまあ、ちょっと回数増えてんのかな。だから、でも家族いるから、トイレとか、隠れて、隠れてまあ、こそこそ、するーっと。でも、じゃあ家で、するってなったの家帰るまでに、やっぱ気持ちをこう高めたい。その一回をやっぱ大事にしたい。そこからなのもう。 え、そんなに今日やろうって決めてからかまあまあまあ、結構な冒険だよ、それ。嫁のと子供いるのに。<laughs> やるって、やっぱ怖いしね。ああで、それを一回を最高の一回にしたい。うん、ってなると、帰りのもうタクシーの中とかから、うん、やっぱりたまに、あれそのエロ動画とかもタクシーの中から見て、気持ちをこう、高めて、帰るの <laughs> マジかよ。すごいね。そう。ああ気持ちを作ってね。うん、頑張って運転して、こう、送り届けてくれ。うん るね、の後ろで、エロをて、気持ち高めさで、まぁ、その、えちょっと前ね、出雲通りその気持ちを高めてさ、家に帰ったわけ。夜遅かったわ。11時、12時ぐらい。で、家帰った。まぁ、奥さんも子供も寝てて、部屋真っ暗ですよ。で、ついて、ご飯食べてなかったから。ご飯、なんか、林ライスがあったからね。 はやシライス食べよう。と、はやしライスをパクパク食べてたの。したら急に、え、なんか、ビラリラリラみたいな。なんか、え、ビラリンみたいな。なんか音がして。うん。え何この音うちの、音じゃない。何これ聞いたことない。うちにあるものの音じゃない。うにあるものの音じゃない。ええー。って見たら、その棚の、リビングの棚の上に、あれですよ、スマートスピーカーうえ置いてあって。 岩井さんもなんか使ったりしてたでしょしてたしてた。スマートスピーカー。はいはいはい。が、俺の知らない間に、うん、奥さんがやったんだね。うん、スマートスピーカーが設置されてんだよ。へ で、なんか、なんか変な音鳴り出してさ。すごいびっくりした。俺は何も知らずに奥さんが置いてたから。ああ、なるほどね。そう。ななんか、後日聞いたら、そう、やっぱ子供のなんか、音楽とか、ディズニーの音楽とか、そういう、なんかそういうの流けて、スピーカーとして、なんか他のお友達の家とかもなんか使ってんだって、そういう使い方してるから、つって、多い設置したと。それ知らないから、俺はね。はぁ、はぁ、はぁ。 あ、スマホスピーカー。あ、そんなのをき出したんだ。と思って。あ、まあでもまあいい。林ライスパクパク食べてたら、なんか勝手に喋り出すでしょあれ。なんか言うよね。そう。うん。うまく聞き取れませんみたいな。ああ、なんか聞き取るモードになってたのうん。何をだよ。俺のうん。林ライス食べる音何聞き取れませんって。いいよ別にてめえに聞かすために食ってねえよ、こっちは。 いや、なっちゃうって思いながら、林ライスさ、パクパク食べてさ。で、ご飯食べ終わって。お風呂入ろう。お風呂入って。お風呂出てきて。で、まあもう、寝ちゃおうかな。なんか疲れてるし。別にしないで。しないで、もう寝ようもう寝ようつって。電気消して。テレビ消して。 真っ暗な状態ですね。もうリビングね。真っ暗な状態で、あ、明日、仕事何時からだろう。つって、携帯し、調べよう。もうこの、それだけ調べてから寝室行こう。暗闇の中で、携帯つけて。で、パスワードみたいなのこうなんかやって。パッとこう画面こう開いたら、もう、あー、行くみたいな。あー、あー、あーって。AV のセクシーボイスがいな。 部屋中にも、俺がもうタクシーでさ、この何イヤホンで聴いてたの。なかなかの音量で。大音量で聴いてんのか、こいつ気持ち高めるために。確かよ。そう。あーみたいな。えぐえぐえぐっつって。で、それで、それに対してスーパートスピーカーが、すいません、勉強不足でわかりません。 はあはあこいつ、童貞だな、こいつ。童貞だね。右首が4に対して勉強不足でわかりませんわ。童貞か女子かどっちか。童貞か女子か。俺はもう童貞と捉えた女性の声だと思ってたけども、ちょっと声高い。若い男子だ、こいつ。童貞だぞって思って。なんだよ、可愛い奴だな、と思ってさ。すいません、わかりませんだ、なんて言えば。 で、なんかちょっとほっこりというか、なんかちょっと一人でくすくすタイムがあったんだけどさ。そんなことよりも、やばいと。嫁に聞かれてないかと。この、まあまあの音で部屋中に響き渡ってるからさ。で、寝室行ったの。したら起きてて嫁。携帯なんかいじってたんで。よ。絶対聞かれてるじゃん。でも向こうも別に言ってこない。まあまあ言わないだろう。な。 で、俺もこっちから言えないじゃん、なかなか。今、ちょっと、ね、なんかセクシー DVD の方は出ちゃって。気持ち悪いな。気持ち悪いだろうな。やっぱ見てたらさ、出ちゃって、タクシーで見てたらとか言えないからさ。そしたら奥さんもなんて、え何がとか言うでしょそうだよね。そう。そんでれより気まずいから。うん、おやすみつって、そのまま寝たんだけど、 でも、やっぱ偉いもんで、こう、次の日の夜とかはさ、察してくれたのか、なんかさ、何多分聞こえてたんだろうね、多分。自分の旦那がさ、その真夜中、エロ動画見てるのを非常に不憫に思ったのか、結構イチャイチャしてくれて。次の日の誘ってんじゃねえよ。次の日の夜。すごいね。まあまあ、ちょっとこう、エッチなことしてくれてね。エッチ <laughs> <laughs> 奥さんに対してエッチなことしてくれてねって、どういうことなの <laughs> いや、それも、一応、やっぱりこう、愛のね、夫婦でね、ある程度の。あ、そうですかある程度って何ですかまあ、なかなかこう、別にあんまりこのあれですけどね。あんまりやっぱり、最後まではやっぱりなかなかできない妊娠中だし。まあまあまあ。そこを踏まえると、まあ、良き、良ラインで。まあまあまあ。そうか。そう。 で、それ、まだか結局まあそういう音出て、まあ別に良かったな。こうやって奥さんが、なんか、結局良くしてくれた。え、何ありがたか。ありがたか。手ご、手ごけってことありがたかったな。くってくれたってことそういうことでもないんですけどまあまあまあ、そう。で、その、だからスマートスピーカーだよ。結局さ、童貞、 なんだよ、やっぱり。ああ、何次の日とかもさ、子供とかが、音楽かけてとかやんのうん、そのスピーカーに。うん。しかももう次の日とかからさ、音楽かけてって言ったら、うん。もうなんか、ヒップホップとか、うん。レゲエとかしかかけない。あいつが、童貞いきった童貞だから、ちょっとやばいな。カッコつけてさ、うん。レゲエヒップホップみたいなさ、うん。 <laughs> あいつ、あ、うちのスマートスピーカーだから。ちょっと大人になりしてきてるだし。いや、なんかそう。<ー> DJ ほんのキャップとか被かったやつのスマートスピーカー。の <laughs> 学生じゃない <laughs> <laughs> 童貞なんだよ。<ー>だからうちの奥さんがいう声かけるとちょっと反応しないの。うー、んうん。ビビってんだよ、女性と喋る、ね。<ー>緊張してできない。 奥さん言ったときは反応は。同邸だね。同定なの。だから一回俺はちょっと試さない。それを一回試してみないとさ、やっぱり。答えを出さなきゃいけないから、同定かどうかとか。一回とか AV をやっぱ一回かけてみようと思って、そのスマートスピーカーにね。スピーカーでスマートスピーカーに。通してうーん。いや、スマートスピーカーに見せるんだよ。あ、見せんの今ちょっと一回やってみようかなとは思う。多分見せたら、多分、ちょっとこう大きくなったりとか、スマートスピーカーの、 ボッキがどういうものか私は分かりませんけど、音量が大きくなるのかなんか分かんないけど、ちょっと大きくなったり、スピーカーだからね、全体が。まあまあそうだね。全体がもうこの穴開いてるから、その穴っていう穴からもう、我慢汁がじゅわーって、じゅわーって出てくるとかね。あとだから一回点がを与えてみようかなとか。 天外一回与えたら、おそらくスマートスピーカーから、ジュプ、ジュプジュプジュプって、音が多分してくると思うんだよ。そしたら多分おそらく、すぐそんな天外に飛びついたらおそらく、童貞だろうなっていうのはね。あと深夜ちょっと、深夜スマートスピーカーにバレないように、ちょっとヘアリビング覗いたら多分スマートスピーカーから、うっすら、トゥナイト2の音とか、ルが。 ヒルガメの音とか。あそうかもワンダフル。な。ミニスカポリスの。時にはパンチ。時にはキック。解放しちゃうぞって。うっすら、おそらくスマートスピーカーが流れてたら、ああ、そいつはもう童貞。そう童貞ですね。それちょっと今後調べていこうかなと思ね。童貞ってなったら、吉原連れてってやろうと。最終的にはね。最終的にはね。させてやろうかなとは、思ってますけどね。手こき見せた方が早いんじゃないですか。 <laughs> いや見据えれないですそうです。刺激つ爆,<ー>爆発したい。タ <laughs> <laughs> ーン生で見たら。この間、奥さんが、うん、友達とランチに行くと。うん。つじゃ子供たちと、このパパ3人、うん、3> という状況になって。はい,はい。えー、で、 じゃあ、我々どうする三人ご飯どうしようかじゃあ、どっかで食べ行っちゃおうかランチ。我々も。うん。行こうかつって、で、ご飯食べた後、その後公園遊びに行こうかみたいな。公園行きたいみたいな。じゃあ、そうしよう。つって、え着替えてさ、じゃあ行こうかなんですね。え玄関まで行きますわね。で、玄関で、え忘れ物だと。お子供、その公園とか行ったりすると、 えなんか汚れて、手洗って、タオルとかね。ああ。え、なんか、すぐ喉乾いたって言うから、子供は。うん。喉が軽装度でできてる。すぐ。こんなカラカラになる。すぐシュって。すぐなくなっちゃうんだね、多分。すぐ喉乾いたって言うから。なんかやばい薬やってる 渇きがすごいるんだよって言きがすごい来るんだよって言って。渇がって言うから絶対お水、なんか水筒とかに入れて持ってないけない。で、お水取って。そこら辺、あ忘れてた。じゃあ持ってくるから、ちょっともう待ってて、つって。娘二人。もう靴履いた状態待ってて。で、取りに行って。で、あこれお水だ、あだ、こうだ、やってたら、玄関の方から、えぇ、えだ誰みたいな。ああ、嫌い やめたーええー、ええー、ー、みたいな。はいはいはい。おい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 、どうしたどうした駆けつけたらもう、痛いことしたって、お姉ちゃんが妹に向かって指さして、痛いことしたっ妹が何かやったんだ。なんか足を蹴られたみたいな。痛いことした痛いことしたよで、妹にね、俺が、ま、聞くじゃん。何にしたのやってない いやいや、お姉ちゃん、こうやって、いや、なんか言いたいことしたって言ってるよ。何したのやってないって。やってないお姉ちゃん、やったやってないやったわかりました。もう澤部家裁判ですね。澤部家裁判改定ですよ、僕改定しちゃった。原告、お姉ちゃん、被告、妹ですか。 サーベ裁判改定。はいはいはい。パパ裁判長で。裁判長で。パパ裁判長で。え裁判始まって。うん。あやったんですね。うん。あなた。はい。妹に対して。妹にね。やったね、や、ったね。はい。やってないうん。やってないやってないの主張。嫌いやってないうん。嫌い。やってない。うん。やってないって言ってますよ。はい。お姉ちゃん、あなたどうなんですかうん。これやってないって妹言ってます。えんうん。そしたらお姉ちゃんがもう、裁判長と。うん。 お姉ちゃんすごい。裁判長。証拠提出しますと。証拠提出させてください。これ見てください。ふくらはぎを見せてくんの。パパこれここってふくらはぎ見せたら、ふくらはぎが、ちょっとこう、泥がついてる。泥がついてて、ちょっと赤くなってる。これはちょっと。これ、ここ これ、証拠です、裁判長。ここが蹴られたところですと。これ、れっきとした証拠です。で、靴、もう履いてる、妹もね。だからその靴についた泥がついてますと。ええ。はいここです。これがもう決定的な証拠ですよ。証拠、提出してきたの。お姉ちゃんがね。あっ裁判長、パパ裁判長も。わかりました。これは重要な証拠になりますね。さあ、被告に。 これどうですかもう証拠出てますけど、あなた。もう認めましょう。どう今のとこやったねやってないもと言う。もうやってないいや、やったでしょやってないやってないつって、それまだやったでしょみたいなお姉ちゃんもね。やった、やってないつって急に妹が、うん、蹴ったけどねねネが悪いって言あら、やばい。あっ新教術。蹴ったけど、蹴ったという行為は認めるけどねねネが悪い。おっと、これは何ですか 蹴ったけどねえねが。蹴るてはいるのか。そう、どういうことですかこれはもう、ワンワンを、無理やり取ろうとしました。お姉ちゃんが。はいはいはい。ワンワンっていうのはもう妹がずーっといつももう持ってる犬の人形があって、それを、お姉ちゃんが、無理やり取ろうとした。はいはい。それで私蹴りました。これが、この事件の真相です。って言ったの。妹がね。は、そうか。って思った瞬間にお姉ちゃんが。あなた、う、�ついてる、それはお 彼女は嘘をついている裁判長嘘をついてるすて。いいんりす義あいいですり彼女は嘘をついてる逆転裁判みたいな。いいんですか、法廷。真実を述べる場ですよね。いいんですか、こんな。嘘が許されるんですか彼女は嘘をついているって言ったの、お姉ちゃんがね。な、な、なんだこれは。ちょっと待ってくれ。どういうことだいやいやいや、いやいやわんわん無理やり取っただろ。ういやいや、取ってない。嘘だ。 っててなちょっと待ってくれ。な、なんだこれ。えじゃあその問題のワンワンはどこにあるまあ確かに。ねワンワン取ったっていうので、ワンワン私探しました、カバサイ番長。ただ玄関に、ワンワンが見つからない。あれおっと待ってください、こ被告人、妹。ワンワンがありませんよ。どうし、なんでですか取られたんじゃないんですかあっちで。うん。つって。なんかどうやらリビングでもうその事件が発 ああ、前の話。制してて、それで積もり積もって玄関で爆発して蹴ったんだと。はいはいはい。いや、それはもうな、それはわからない。それ。裁判長ちょっと。裁判長。ちゃんとしてよ。裁判長。いや、それは何それ。なっちゃって。で、もう、もう、いい、もう、自分たちで決めなさい。うん。 カンカン。自分たち決めなさい。ひどいね。お、裁判長。放棄すんじゃねえ。カンカン、自分たち決めなさい。仲直りしなかったら、ご飯行かないからね。って判決を出して。あ、二人に俺はもうその場を去ったの。二人で解決させようと思って。まあ、和解しろってことか和解してくれと。で、去ってってリビングで行ったら、もうずーっと泣いてるわけ。玄関でね。はえーねーって。は、はっと。そこで気づくまで、裁判長。あ、 自分たちで、えー、中穴掘りして、解決しなさいっていうのは、うん、あ、これダメだ。小学生以上じゃないと、これ通用しないやつだと思って。<laughs> あ、もう、すべがわかんないのか4歳、2>, 2歳じゃまだ無理か。うん、と思って、裁判長走って戻って、うん、ごめんなさい、ごめんなさい。<laughs> ちょっと、ちょっと、待って待って、つって。<ー>でももう俺も怒り慣れてないじゃん、こっからどうしたらいいかわかんない。うん、なんかもう、などうすんの どうすんのしか出てこないの。二人に。どうすんのどうすんのどうすんの全員、打たれちゃって、結局帰ってきても。そう。でも、わかんないから、裁判長、パパ裁判長、またカンカンつってさ、もう、二人の手を取り合って、ぎゅギュってやって、はい、仲直りーって。ひどい。ひどい。仲直りってやって、そしたやっぱもう、妹はさ、うぅーってニコニコしてやるんだけど、もうお姉ちゃんも、 <は>まあそりゃそゃうだな、<で>このお姉ちゃんはもうだって完全に小祖だったのに。小のはずだったよね。<ー>で、飯食い行って公園行って帰ってきて、またなんかちょっと遊んでて、お姉ちゃんが俺の部屋でなんか遊んでたの。うん、したら俺の部屋に、ここで前言ったと思うんだけど、その、 呃、娘たちが全然部屋片付けないから自分たちがやるよ。<ー>もう捨てるよ、うん、おもちゃつって、ゴミ袋にバンバン<ー>おもちゃ詰め込んで、捨てますつってブチ切れた時があった。そのゴミをやっぱまだ捨ててなかったの俺は。え<っ>おもちゃを。え、返してなかったのそう、娘にも返してないし、ちゃんと捨ててもいないし、<ー>自分の部屋に置いといてたの。え、そういうのってもう、 一週間ぐらいで返すんじゃないの返したら、俺はまた舐められると思うし、でも、捨てるほど勇気もないし、もったいないしね。で、俺の部屋に置いて T シャツ上から2、3枚かけて隠してたんだけど、それを上の子が発見して、何これうん。やばいやばいやばい。あれ、ね、裁判長。何これ何かありますよ。返してください。返してくださいって言ってきた。 いやいや、ダメだこれは、もう捨てるってあの当時の私、若ん。若返しパパ裁判長が、判決を下して捨てるってなったんだからこれダメよダメつったらもう、このプリンセスのパズルだけ。うん。つって。うん。なんかプリンセス、この、白雪目とかさ、うん。えアナとかなんかいろんなののプリンセスのパズルなん、プリンセスのパズルだけみたいな。そう交渉してきた。そう、交渉してきたんだ。そのなんか、あなた、うん。先ほど玄関での裁判、うん。なんか、う はっきりしない、不当な判決下しましたよね。あれを帳消しにしますんで、プリンセスのパズルだけ返してください。すごいね。っていう顔で。ネコシエーターそう。司法取引みたいなのを仕掛けてくる長女が。で、俺はパパ裁判長。じゃあもうパパこれから夕方から仕事だったから。夕方から仕事行って帰ってくる。帰ってきた時に、お部屋綺麗になってなかったら、 またもうほんと捨てるから、ね。はいはいはい。もうこっち条件、また提示して。うん、で仕事行って帰ってきたら、部屋ピッカピカになって <laughs> ああ、すごい。そう。で、俺もい震えながらさ、うん、プリンセスのパズル。うん、これが。約束の。知らだっつって。うん、<laughs> したら、長女も、正義って。 なんなんでしょうね。言ってて。っていう顔をしてっていう顔をしてた。タブルを持ってね。黒い車に乗り込んできましたよ。すごいな。裏取引が熱さは出てくれないのに、そう、初めて長女と司法取引をしたんですよね。すばらしいですね。座ってるね。座ってるね、感情が。ハライチのターンハライチのターン